アルノルト・クルーク・アルノルト・クルークは、ドイツのピアニスト、作曲家、音楽教育者。音楽教師で作曲家のディーデリヒ・クルークを父親に、ハンブルクに生まれ、父親の手ほどきでピアノを学んだ。さらにハンブルクイコール・アルトナに、在住の作曲家、音楽理論家、オルガン教師のコルネリウス・グルリットに、作曲法と指規法の分野で指導を受けた。 1868年から1870年まで、ライプツィヒ音楽院に在籍し、カール・ライネックの指導の下で、特にピアノを学んだ。1869年には、フランクフルト・アム・マインのモーツァルト財団より、奨学金を獲得。ベルリンに移り、作曲、ピアノ教師のフリードリヒ・キールに入門し、シュテルン音楽院のピアノ教授、エドアルト・フランクにも、さらなる指導を受けた。 1872年から1879年までシュテルン音楽院にピアノ教師として勤めた後、1877年に1年間イタリアとフランスに留学。1878年5月30日にローマのサンタチェチーリア国立アカデミア作曲家を修了し、作曲教師に任命された。1879年に音楽教授としてハンブルクに帰郷。 1881年にアルノルト・クルークが唱協会を設立し、1888年まで指揮者や監督を務めた。ついで1885年10月にはハンブルク・ベルヌート音楽院作曲家の教員となり、同じく1885年にはジョン・ボイエの公認として10年間にわたってアルトナ製楽協会の監督を引き受けた。1898年には、 ハンブルクのハウプト教会において、旧市、コルネリウス・グルリットのオラトリオ第3ドフラットの初演を指揮した。1881年にヘンリエッテ・ゼースターと結婚したが、1885年に35歳で先立たれ、この結婚では子宝に恵まれなかった。1894年にフランツィスカ・マイヤーフェルトと再婚して、1895年に 長男ベルナーが1896年には長女リリエが生まれた。1904年にハンブルクエッペンドルフの病院にて死去、去年54、ありがとうございます。